のぞみでございます。ひろみでございます。ひろみさん、はい、おはようございます。朝の10時半前でございます、ね。はい、若干肌寒いですよ。そうなんです。なのでね、はい、お蕎麦のお時間でございます。お蕎麦の時間でございます。今日はですね、石垣の前里にあります、はい、次男坊に来ておりまして、ね、うん、さあ場所的にはどちらなんでしょうか。場所はね、うん、なんだ、バイパス、うん、バイパスの通りから一歩入ってきて、はい、で八重山商工の通りがあるんですけど、はい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 、それもね、正門の方ね、正門の方の通りをずっとこう北になるのかな、北ですかね、ちょっとスマイルレンタカーさんが目の前にあります。そうです、分かりやすいですね、うん、はい、でこういうね、黄色のね、建物なので、うん、すぐ分かります。まあ今日はまあまた八重山そばをね、そう、ちょっと今回ご紹介をね、ご紹介をいただきまして、オーナーのママさんにもお会いして、はい、もうぜひ撮影 OK ですよね、ぜひ、うん、でまあ中でもそうというのがあるので、それはちょっと中に入ってからお楽しみということで、はい、はい、早く食べたい。大盛りやろ、どうせ。大盛りなかった、なかった、大盛りしてもらおうかな。あったあったあった、プラス何百円かであったはず。あ、そうですか、うん、やっぱりな。ということで、はい、今日はですね、次男坊さんお届けしますので、よろしくお願いします。まあ、営業時間自体が朝10時からなんですけども、う、はい、もうお客さん入ってます、結構店内広いんですよね、はいはい、中見えますけども、じゃあ、うん、次男坊に行きましょう、はい、お邪魔します。こんにちは、はい、お邪魔します。どういうことなんですか。ちょっとお邪魔します。そのまま、ママでございます。おはようございます。本当に来ちゃいました。母でございます。後でまたちょっとお話聞きたいので。そうですね、はい、うわ、もう出てきてるしかも。え、どうやって店に入ってきました。今後ろに駐車場を止めて、うん、どうやって飛んできたら、うん、そういうことね。ワープした、いつの間に入り口が。いや、本当はちょっと、はい、本当はもっと大きいんだけど、これ、うん、あら、朝食べてきたばかりだから。そうなんですね。ご飯少なめにしてもらいました。なるほどね。これ何ですか。牛汁です。牛汁なのね。うわー、いやー、美味しそう。美味しそうだね。早く頼みましょう。早く頼みましょう。じゃあ座ります。座りましょう。ちょっと店内、はい、まずお席をまずね、お席どこで決めてからします。はい、わー、ほら結構座敷、はい、座敷というか、すごい、お座敷も4つで、ね、はい、これ一席一席広いので。そうですね、うん、ファミリー連れとかお子さん連れでも、うん、ゆっくりゆったり座れますね、はい、うん、で、あとテーブル席ですね。そうですね、テーブル席が 1,2,3、うん、結構広々と広々としてますね、はいはい、もう黙々食べてますよ。黙々食べてますよ、こちらのお二人。どうなってんの。早いんだけど、次の日でも大丈夫ですよ。ねえ、いや、これ本当マチさんパチさんがおすすめしてくれた次男坊なんで、うん、美味しいです。美味しいです。さっぱり食べられるんで。なるほど。具もいっぱい入ってる。もう先に出汁、なんか出汁が進んでますよね。本当だね。本当だ、ね。言ってた通りだ。はい、はい、食べましょうよ。そうですね。多分どれも美味しいと思うんですけども、はい、どれがおすすめでしょうか、次男坊さんは。牛汁牛そばですね。やっぱりね。牛汁牛そば。はい、石垣牛の A の号なんですよ。A5 ランクの。やば。マジですか。やば。うわ。じゃあ私牛汁いただきます。はい。牛汁。あのサイズは全然余裕なんで、はい、大盛りでいきます。大盛りで。はい。はい、わかりました。牛汁大盛り。じゃあ僕は牛そば。うん、牛そば、はい、いただきます。大盛りしたいな。じゃあ大盛りで。まあ他にもいろいろセットがありまして、すごい、これ手びちそばとか、手びちそばがある。はなかなかないよね。ないですね。あのね、沖縄本島の方が手びちは食べるんですよ、うん、石垣の方はおでんの感覚、はいはいはい、確かにそうだね、うん、そばに乗ってるのってなかなかないかも。あ、結構注文する方は沖縄本島から来た方ですね。そうなんですね。あ、定食もある。定食もありまして、うん、はい、あと、まあ、ビールとかもね、うん、カビラファームのパッションジュースとかあるんで。カビラファームのジュースがあるんだ。マンゴージュースとかありますけど、そこの娘さんとお知り合いで、うん、へー、ちょっと楽しみですね。楽しみですね、はい、じゃあちょっと待ちましょう。はい、
さあ来ましたけど早かった。俺ちょっと表で写真撮ってる間になんか、うん、そうわずかね、はい、1,2 分で出てきて、びっくりしましたけども、はい、ね、早い早いで、牛汁、はい、私は牛汁の大盛りです。で僕牛そばなんですけどプラス400円でした、はい、じゃあ先に食べますか、はい、あけどこれねさっきも言いましたけど出汁が澄んでるのに、そう、ね、透明度が高くないですか。透明です、はい、ちょっといただいていいですか。じゃあ早速伸びちゃう、はい、伸びちゃいます、はいはい、いただきます、はい、どうぞ。あ、え、これは何のお出汁。牛の臓器の部分、うん、牛の臓器の部分、牛骨系、うん、すごい美味しい美味しい。はい、どうぞ。お野菜もねシャキシャキのが、はい、乗っていますよ。ちょっとねお肉いただきます、はい、お肉です。あ、うん、入らない入らない。あ、これ本当に入らない。やっぱり抜こうか。わ、おいしい。あのワイルド系のあれはないです。なるほど、うん、全くない。へえ、うん、わあ、これ本当お出汁も美味しい。食べます？食べますよ。ほら早くしないと伸びるって言われてるから。ね、もう見て見て、ほらほら、こんなだからね。具だくさんやね、こんなこれ、ほら、こんなですよ。すごいね。お肉と大根と人参、うん、はい、かな。あとね、うん、この牛の中身も入ってます。はい、ほら、あ、細かくして、はい、うん。あ、やばいな。食べます？食べますよ。じゃあちょっとはい、どんちゃん取ってあげましょうね。はい、はい。じゃあいただきます。もんちゃんは、はい、牛そばの牛そばの、はい、これもやっぱりお野菜もありまして、大根とか人参とかね。あ、はい、そうか。ね。ちょっといただきます。しかも麺も、あ、これ大盛りですか？大盛りです。プラス300円でした。はい、いただきます。はい、牛そば。うん、美味しい。だしやばいよね。だしうま。すっごいあっさりしてない。すっごいなんか優しい感じ。ねえ。でちょっと肉もいいですか。なんだ次の日とかさ。これスライスいってたもんね肉。まあまあ、うん、そうそう、あのサイコロ状ではない感じで、そう。え、めっちゃ柔らかい。いやいや、ほんまになんかもうなくなった。うん、ねえ。すごいね。だって A5 ランクだよ。馬望みでございます。何ですか。久しぶりに出してきたね。はい、急にずっと夜中に眠っとったからこれ。いつから仕込んでた今それ。3分前よ。あ、そう、気づかんかった。いや、いや、マジうまいなこれ。うん、うまたっぷりですよ。たっぷり。あ、しかもこの大根も柔らかく、うん、箸入れたらもう、あ、もうなくなっちゃう、なくなる、うん、切れてしまうね。はい、もうホロホロですね全てが。あ、なんかちょっとした小鉢もついてますよね。小鉢ついてます。小鉢漬物と、漬物と、うん、私はね、うん、牛汁は、はい、あのご飯がついてます。ご飯ついてるんですね、はい、ライスがついていましたね。へ、じゃあちょっとゆっくり食べましょうね。はい、あの、あちらの夫婦はもう完食です。完食ですよ。パパはもう終わってますね。いや、しかし美味しいな。ホルモン巻いてるんだよ。ホルモン、ね、中身が入ってるね、うん、今日は入れたけど。入ってないわよ。美味しい。だしうまいわ、うん、ご飯に合う合う、うん、うん、あ、これ撮ってんの。撮ってますよ。いや、言ってよ。だから自然体って言ってるじゃないですか。ちょっと待って、のんちゃんがカメラを見たらもうすぐ分かる。気抜いてたやろ。はい、ね、結構だから喋ってなかったなさっき。そうやろ、なんかあんま喋らない。そうでしょ、もっくもくダメじゃない。その状況も撮ろうかなと思って。見なさいよって。いや夢中になるわじゃない。でもさ、うん、牛の量よ。
めっちゃ美味しいね。すごい。うまっ。このお野菜のシャキシャキいいな。ね。アクセントで。あのひろみさんの、はい、味変を今からしたいと思います。さあこちら。実はね。これ。はい。与那国の。与那国のね。島唐辛子。はい。これ練り辛子で、あのおこりんぼでしたっけ。あの頑固親父の方か、うん、の練りがらしです。来たんだけど、はい、うん、いろんな種類何社かあったかも、3社くらい。はい、ちょっとちょんと入れて、はいはい、何社かあるもんね、よだにね。どれ、ね、あ、これ、あ、これ、よく見ますね。はい、うん、なるほど。大友商店にもあった気がする。大友商店にもある。うん、うん、ね、これが、はい、まあね、あの与那国とご縁があって、はい、ね、はい、お知り合いもいっぱいいらっしゃるということで、与那国の練り唐辛子が置いてあるという、ね。ちょ、いただきます。あ、合うらしいよ。ああ、あ、あ、今、あ、なんか変な声したよ。いいっすよ、味変。まあこれは好みによって、うんうん、もうちょっと僕軽くてもいい。いける、いける、うん、あんまりちょっと軽く、うん、ああこれまたこう食欲そそるね、うんうん、お店によってはさ、はい、ニンニクが出てきたりとか。そうですよね、唐辛子、練り唐辛子もありだね、うん、ああいいわ。しかもさ、うん、これから寒くなるじゃん。そうだよね、温まるよね。ちょっと今体がポッポッポッポしてるから、うん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 、うわ、いいな。あ、これうまっ。なんか嬉しいね、与那国とね、うん、そうですよ、ご縁があってね。早く食べてくれる？あ、なんで。すみません。ひろみさん、私、完食でございます、はい、おつゆ一滴もおめでとうございます。おらず、まだいけるね。いけます。私もやがて。はい、やがてですか。はい、どれどれ。お、もらった。もう飲み干したくない。なんて？飲み干したくない。この人おかわり、そうやね。最後のさ、うん、ちょっとなんかあれだけどさ、最後のこのお肉のさ、ね、集合、うん、これを最後にね、いただきますからね。似合ってるよな、やっぱり。なんか丼似合ってるよね、基本。ね。うん。お。はい、ということで見事完食でございます。さあ、なんとコーヒーも無料でいただけるんです。これサービスなんですよね。サービスです。わあ、ちょっとね、ちょっと少なめで大丈夫。はい、のんちゃんはどのぐらいいただけます。のんちゃんは半分ぐらいでいいですか。まあ、半分ぐらいですか ね。はい、いいですかね。はい、であとミルクがいりますね、のんちゃんはね。ミルクだけ。はい、はい、嬉しいコーヒーサービス。そうね、お部屋もセルフサービスですし、はい、コーヒーもね、セルフサービスですね。セルフサービスでございます。ありがとうございます。どっちがどっちだったかな。いやいやいやどっちだったかな、まあ、それはどっちでもいいけど次に行けばいいや、どっちだったかな。いやらしい。いやいやいや、何しろ、いやいや、やめろやめろやめろ。元気ですか。あの過去の席ね、はい、もうちょっと今は残念なんだけど、亡くなったアントニオ猪木さんの、猪木さんも座ってたって、座ってたね、元気ですか。サインもあってね、牛汁牛汁をまた食べれば何でもできるってことですよね。なんか私たちやるとあいいんですね。あ、いいんです。うまくできる、最高やな。しかし、うわいや、ひろみさん、美味しかったですね。ありがとうございます。完食です。完食でございます。汁までもう吸い取りました。ちなみに、もう本当にあの、出汁が澄んでて、はい、ちなみに牛そばと牛汁のお出汁、どんな感じなんですか。牛汁は、うん、あの牛の骨、はい、牛の骨、うん、骨出汁、はい、骨出汁のお肉だけですね。お肉であんなに、あんなに美味しいんですか。英語の肉なんで。英語の肉ですよ。はい、わあ、すごい。牛骨だけ。牛骨だけ。すごい。ちなみに、はい、八重山そばはどんな出汁です？あの出汁骨さんと、うん、出汁骨、鶏ガラ、鶏ガラ、鶏も、花カツオ、花カツオ、はい、またちょっと違うね。はい、ちょっとスープ、ね、はい、スープが全然違いますね。いや、もう今日だって一滴残らず
伸びました。吸い取りましたから。吸い取りましたよ、うん、本当に大盛りですよ。ペロッと食べて、ね、しかもね、一人で切り盛りしてるんでしょ。はい、そうです。すごいですよ ね、 すごいですね。どうですか、アルバイトで。いいですか。アルバイトで、アルバイトであの、あ、はい、牛そばで、あの方針牛そば、牛そばで大丈夫です。あの波一杯だけでいいんで、大盛りです。喜んで。そして最後にですね、はい、営業時間と定休日だけよろしくお願いします。はい、営業時間は朝の10時から、うん、10時から昼の2時までです。2時まで、はい、2時まで、時までです、うん、夜もやってないですもんね。はいはい、そして、はい、あの定休日が毎週月曜日です。月曜日か、はい、月曜日ですね、はい、なるほどですね、はい、ということで今回はですね、はいはい、石垣の前里にございます次男坊さんにお邪魔しました。スマイルレンタカーさんをね、目印にするのすごく分かりますよね。うん、ということで今日は美味しくいただきましたので、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にご縁をありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。すぐ来るぞ。娘連れてきます。